インデックスカラー。インデックスカラーとはビットマップ画像の一種。画素、ピクセルごとに色を直接指定するのではなく、カラーマップと呼ばれる色定義テーブルの参照番号を指定して画像を表現する形式。ロゴマークなどのデザイン画の場合、1枚の画像の中で使用されている色の数が限られていることが多い。この場合、あらかじめ使用している色を 色番号1は赤30%、緑20%、青40%、色番号2は赤4%、緑92%、青8%のように色番号で定義しておき、過ご元のデータとしてはこの色番号を指定するようにすれば高い色解像度を持ちつつ、データ量を大幅に抑えることができるようになる。このような色表現のことをインデックスカラー。 インデックスとカラーと呼ぶ。対して、仮想ごとに直接色を指定する方式は、トゥルーカラー、トゥルーカラー、または、フルカラー、フルカラーと呼ばれる。インデックスカラーの色番号と実際の色の対応を定義する表は、カラーマップ、カラーマップ、カラールックアップテーブル、カラールックアップテーブル、または、カラーパレット、コローピレットと呼ばれる。例えば、 カラーマップの大きさが4に色分けだと、各画素に必要なデータは2ビット、16色だと4ビット、256色だと8ビット、などのようになる。CPU のデータ処理の単位として8ビットがよく用いられることから、256色のインデックスカラーが最もよく用いられている。色番号から実際の色に変換する作業をハードウェア。 ビデオ出力回路で行うことができるようになっていることが多い。この場合、あらかじめカラーマップをビデオ出力回路の特別な部分に書き込んでおけば、少量の画素データを転送するだけで画像が表示できるので高速な描画が可能となる。例えば、のコンピュータ画像の主流である色表現は赤、緑、青それぞれに8ビットずつ、合計24ビットイコール3バイトのメモリを、 必要とするものであるが、これを VGA モードで表現するためには640、4024イコール737万2800ビットイコール900基部になる。8086などの昔のパソコンに使われている CPU ではこれほどの大きさのデータでは転送するだけでかなりの時間がかかってしまい、また半導体も高価で実装は現実的ではなかった。一方、 8ビットインデックスカラーだとデータ量はこの3分の1になり現実的に実装できる量になる。ハードウェアによるカラーマップ変換機能があれば画素データをいじらずにカラーマップだけを変更することにより表示色を極めて高速に調整することができる。またこれを利用して高速な画像切り替えを実現することもできる。例えば色番号1に白を それ以外の色番号にはすべて黒を割り当てておくと色番号1で描いた図形だけが目に見えるがこれを色番号2にしろそれ以外の色番号にはすべて黒を割り当てた別のカラーマップに切り替えると描画している画素を全く書き直すことなく色番号2で描いた図形に変化させることができるこの手法はパレットアニメーションと呼ばれ容量やハードウェア性能に制約のある ゲームプログラムで爆発の変更を素早く明滅させたい場合などによく用いられている手法である。インデックスカラーはその原理上自然画像のような大量の色を使用する画像を扱うことは難しいが色のはっきりしたロゴやヒリアリスティックなイラストレーションでは画像ファイルの代記を抑えることができるため現在でも広く使用されている。ウェブ用の画像として 多く使われている GIF 形式の画像フォーマットはインデックスカラーである。トゥルーカラー形式の画像をインデックスカラー形式の画像に変換することは原色処理と呼ばれる。もともと膨大な色数を含む自然画像を人間の目にできるだけ劣化を感じさせずに色数を減らすため高度な処理が必要となる。ハードウェアでカラーマップの処理を行っている場合、 複数のインデックスカラー画像を同時に表示する場合には両方の画像で使用している色を網羅したカラーマップを合成し各画像の画素データをそれに合わせて調整するという作業が必要になる。インデックス画像のカラーマップのうち一色を10色、クロマキーとして利用することも多い。GIF、PNG はクロマキーをサポートする画像ファイルフォーマットである。 記述の例では指定可能な色数が実際に情報を持つ色数を上回っているケースとそのメリットについて説明されているが初期のコンピュータである PC-8801 等でもパレット機能として表示色を指定することが可能な機能が実装されている。これは前述のパレットアニメーションのような用法以外にグラフィックスプレーンが3プレーンで構成され各々が RGB の要素を持つ形で、発色での表示を実現しているものの、白で描画する場合、そのすべてのプレーンの該当部分のビットを立ててやる。必要があり、赤、緑、青などのプレーンそのものが示す色に対し、最大3倍の処理を要することになる。使用頻度が高い色のうち、負荷の高い色を負荷の低いパターンと入れ替えることにより、描画処理の軽減を行うことも可能であった。 パーソナルコンピュータでは1985年以降の NEC の PC-9801 シリーズにおいてハードウェアによるインデックスカラー4096色中16色同時表示が採用された。最も基本的な白や黒も自由に変更できたのでメニューの文字が読めなくなるというような事態も発生した。 マッキントッシュの初期のカラー対応機ではソフトウェアによるインデックスカラーが行われた。これは画像領域だけを描き直すというものでリアルタイムにコントロールできなかった。なお NEC の初期の Windows PC、PC-9821 シリーズ256色同時表示でもソフトウェアによるインデックスカラーが行われていた。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。